はい。カスカベつむぎです。もしもし、こんにちは、動画の視聴者なのだ。はい。動画をご覧いただき、ありがとうございます。実はこの前の食感の回で変なところを見つけたのだ。このシーンでは、九州そらちゃんが日常的に入浴していることが示唆されているのだ。なのに、このシーンでは、そらちゃんは非防水であると言っているのだ。 矛盾している気がするのだ、どう考えればいいのだはい。貴重なご意見ありがとうございます。その件につきましては、後付けで新たな設定をご用意いたしました。どんな設定なのだソラちゃんはロボットなので、本来入浴の必要性はありませんし、濡れたら故障します。しかし彼女は人間と同じような生活をしたがり、お風呂にも入りたがります。 そこでジップロックを使います。このようにジップロックで包んで、水に濡れないようにしてほぼ毎日入浴しているのです。スマホみたいな扱いなのだ。そうです。そのイメージです。かなり無理がある気もするけど、一応納得しておくのだ。はい。お問い合わせありがとうございました。